こんにちは。再びナグモンが お伝えします。パルセロについて、今さっき出た衝撃のリリース、立川小太郎くん21番キーパーが J1 湘南に移籍すると発表されました。いや、これはマジ衝撃でしたね。いや、こう最後の最後に定位置掴んだ小太郎くんなんですけど、なんと2カテゴリーステップアップということで、小太郎くんおめでとうございます。いやー、パルセイロからでも残念っていうよりは嬉しいなっていう感じですね。パルセイロから J1 に引き抜かれるでは、それだけ認められたってことで嬉しい限りです。ぜひ湘南でも定位置を掴んで、まあ、厳しい戦いになると思うんですけど、ぜひ定着し、ポジションを掴んで J1 でも活躍していただきたいと思っています。以上、衝撃の移籍でした。向上心ってあるだけすごいですよね。長野恒例の水谷塾で学んだことを実践して、湘南でも頑張れ小太郎。以上です。